前で禁止だ。すいません。いやもうとんでもない、ご家庭の事情とかいろいろあってですね。あのすいません、すぐに辞めさせますんで。誰が辞めっかよ。金貯めて家出て一人暮らしすんだよ。え、もう姉貴なんかの世話になんねえからよ。風間さらちゃんに、お姉さんに何て言い方してるんだ。うるせえんだよ。なんだその口の利き方。もう文句あんのか五郎ちゃん。風間お前ら、ね、やめさ、ちょっと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 やめ、やめろこのクソガキが。などおるな。おいおい、何だお前、お前の方の前で。おいお前、よし、おい、この野郎、いい加減に、いい加減にしなさいよ。一人暮らしだ、一人じゃ何にもできねえガキが、笑わせんじゃないわよ。サラちゃんってそんな感じだっけ。すいません、つい。この番組はキャノン、スズキ、ドコモ、コカ・コーラ、明治製菓、花王の提供でお送りします。風間の姉ちゃんな、昔は結構グレてて高校も中退しちゃったんだって。そうなんすか。いやでもな、女で一つで育ててくれた母ちゃんが17の時に病気で亡くなって、10歳のガキだった弟のために心入れ替えて昼も夜も働いて頑張ってきたんだよ、あの姉ちゃんは。そりゃなかなかできることじゃありませんね。で、どこの店の子なんですか。なのにあいつと来たら勝手なことばっか言いやがって。ちょっとは姉ちゃんの気持ち。